さあ皆さんどうもこんにちは、ダイタロです。プリンセスピーチショータイムやりましょうか。さあ今日がついに最終回、かっこよ仮です。よろしくお願いします。はい、今までね、各ステージのボスを倒してノーダメで倒したりとかして、ようやく完璧にクリアしてきました。ここにあるアルバムのね、ここにあるあと下3枚ですね、これ集めるために今からね、頑張ってボス攻略していきましょうか。さあ今日はね、4階のボスからです。4階のボスはスポットドレスってことは、スポットライオンだったっけ、なんかそんなやつだったと思う。頑張ってやっつけましょうか。はい、では行きましょう。ピーチ姫行きます。ここですね、闇ラージュ、あ違ったわ合ってるか、闇ラージュボス、スポットライオン、ストライプの弾のみで倒す。どういうこと、打ち返した弾が9個以内で倒す。はあ、ノーダメージでクリアしろ。わかんないですから行きましょうなんかね、久しぶりに挑むからさ、そのストライプのなんかで倒せとかさ、わかんないんだよ。9個以内に倒すとか言われてもわからないんだよな。何をおっしゃってるの。めっちゃイライラしてるグレープ様。怒っちゃやーよ。ピーチにステラ、私のケチをミキをむちゃむちゃくちゃくちゃに、むちゃくちゃくちゃむちゃに。倒そうぜ、チャット。あれ、これともうグレープ様で終わりなのかな。最高の舞台よ、準備してるの。出たライオン、スポット遊んでやりなさい。さあ、スポットライトのライオン、そのままライオンでした。行くぜ。え、どうやって倒すんだ。光の弾を打ち返すと言ってたよね。さあ、昔倒してるはずなんで倒せると思うんですけど。え、よーし、ほう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 、全然分からへん。あっと、これを打ち返すなあかんねんな、多分。うん、え、分からん、何してくんの。え、おー、これを打ち返せばいいのかな。9個以内でか、無理じゃないこれ。ねえ、よいしょ、ドーンドーンドーン、オッケーなんか大丈夫なんかな、わかんねえ。イエー、一回普通に戦ってみよう。うん、全然わかんない。え、僕ミサードしてわかるかな。ストライプの弾のみで倒す、ストライプの弾。あ、じゃあ俺もうダメなんだこれ。今のどれがストライプの弾かぶっちゃけ分かってないんだよ。これがストライプの弾って。ねえ、だからこれだけでやっつけたらあかんねんな、この弾だけで。うわ、なんだ、でこの攻撃は受けてダメなんだよ。これ返しちゃダメなんだね。あー、ノーダメも失敗したちょっと、うわー、どうダメも失敗した。で、この後に打ってくる弾、これはダメになってくる。これ返しちゃダメなんだね、本来であれば。あ、ストライプは返していい。あ、そういう感じか。わかった。これやり直しますね、これ。さすがに何も達成できないのでさあやっていきましょうか。さあ、ストライプの弾を打ち返せ、こういうことだよね。うん、これ最初ストライプだったね、確かに。ここも、はい、ストライプ2回 OK。 で、この後弾打ち返しちゃダメなんだよね、この後が。はいはいはい、これ次、おーい、明るくなったよ、背景映ってる、かわいい。あー、もうダメだ、ノーダメ。これ次の弾はあれなのかな、ストライプ弾なのかな、全然わかんない。あ、ストライプだ、おい、どこ返しとんねん。これ、うい、これは横で OK。 はい、いや、これちょっとむずいな、ちゃんと やろう。オラーイ、よし、 OK。 多分ストライプの弾返して、これ今3球目、今回9球以内に倒すって言ってるから、ストライプの弾逃したら終わりなんだよな、多分。一発でも外したら終わりっぽいよ、これ。無理だろだから2回クリアしたらいいんだよ、最悪。9球以内でクリアするのと、そのストライプだけでクリアするを
2回分けていけばいいんだよ。こうやって。よし、これストライプだよね、多分これも。おい。OK! で、ここから、要注意だ。要注意、要注意、要注意。はい。こい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 。え、怖すぎ、怖えす、怖え、怖え。ストライプ来る、ストライプじゃない、ストライプ、ストライプは返すぞ。 OK、 これちょっと待って、状況判断むずすぎ。状況判断力めちゃいりまーす。よし、さあ今6球 OK。 さあここからはまず前人未到の領域頑張りましょう。わからんぞ。ガー、失敗した。救急無理です。ストライブの球だけで倒すでいきましょう。わかんない、やめて。分裂、どっちが本物でしょう。ほい、こっちは当たる。もうストライブしか打たん俺。はい、なんで消えるの、どっち。うわー、ノーダメも失敗。ふざけないで。えぐい攻撃してきたなこいつ今。これ前も食らったよな確か俺。あの当たるわさすがに。じゃあいらん。ほいほい、オッケー、ストライプは返す。あと一発、あと一発。は？何してんの君ら。イエーイ、体当たり、やめろ。肉体原稿で語ってくるな。よいしょ。ダメだ。え？勘弁してくれよ。分裂がそれね、はいはい、いいよ、分裂は好きにしてくれ。ほら、おいしー。さあストライブの球だけでやっつければ多分達成できた。9個は無理だった。はい、ちょっとこれめっちゃむずいかもしれない。すげえ時間をかけて攻略するなあかんかもしれん。はい、というわけでストライブの球のみで倒すだけ達成できました。ナイス。ちょ待って、もう一回やればいいんだけどね、これって。よし、さあ第2形態撃破。第2形態で倒した時点で今6発返します。3発ずつ。これ返せんよな、これどうやっても。あれ見せ玉だよね絶対、見せ玉。これどうすんだこれ、わからん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 。ここに当てたらいい、ここ。いやこれやだな。どっちかに絞れ、どっちでもいい、弾は。よしよし、オッケー、あと一発か、当てればよかった今の。どっちが消えるやつだよこれ。うー、こっち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 、足元行かな、死ぬやつ。ノーダメに行くためにはちゃんとやらなあかんね、ここ。はい、こっちね。怖すぎる、もう回避不可能や、ピーチの足の速度じゃ。ハイタリ振るこれ、違う、ハイタリじゃない。はい、やってもうた、頭ミス。あー、そんなバカな。この燃えてるやつやったこれで残ってる、はい、ふざけんなお前。ノーダメだけ達成しよう。ここで無理やり返せばいいのか、ここだけ。チクったなー、ほんと10球ですねこれ。一球無駄落ちしちゃった、へこむ。はい、ということでノーダメクリア OK です。一回ミスでもアウトですねこれ。相当難度高いぞこれ、やっぱスポットライフを。まあ次やればいける。うん、もういけるさすがに。よいしょ、さっきと同じ流れでいきましょう。ここね、集中しよう。ここをこう返す。よし、大事大事大事。何な、なんだ、あーこれ。よしよし、いいよ、早く来て、ここに返すから、ここ返す、ここ。はい。しれっとおすまし顔すんのかわいい。よし、はい、頼む、オッケー。
さあこれであのストライプとか何も関係なしだったら多分これが最速9発。2回目のプレイじゃないとできないプレイだね、これは。大変だって。はい、ということで救急クリア。よし、なんとかなったよ。あと、え、3個で終わりってこと？あと1個がボス。あ、そうか、5回ないのか。そうだよな。え、でもなんか写真あと3つだよね、確か必要なのって。ラスト全部クリアしたらってことなのかな、これは。よし、ちょっとゲットした写真見ましょうか。さあ、ゲットした写真です。こちらです。どれこちらです。どれあった？スポットライオンが後ろから迫ってくるぞというやつでしたね。なかなか良き感じでした。さあ、残ってる写真は2枚。そしてラストはボスあと1体だけかな。ねえ、やっつけちゃいましょうか。さあ、ラスト挑みましょうか。まあ、前ね、スポットライオンなんでスポットドレスで身にまとっていったわけなんですけど、今回は。で、今回は次、プリズムドレス。プリズム。すごいピーチになります。シークレットドレス、隠しドレスってことかな。よし、それでは行きましょうか。最後の最後の最後、ボス行きたいと思います。意外とボスってそう遠くからで考えたら少ないんだね、やっぱ。さあ、ボス最後の戦いだ。これをクリアしたら完全攻略です、このゲーム。マジで。ダンサーを倒さない。何ダンサーって。グレープ戦のダメ、巨大グレープ戦のダメ。やってみようか。ノーダメか。いけるかな、ノーダメ。心配がすぎるぞ、俺。よし。まずダンサーってのは何ってところからまず始めていかないとあかんからな。誰ダンサーって。グレープ様？あ、こいつらダンサーって、多分。そういうことか、これ。ダンサーを倒さず撃てってことか、ここ。待って、床が燃えてる。あ、ばばばばば。ダメージ与えれる機会がすげえ少ない。そうなるとダンサー倒さないってなると、ちょ、安全に戦わなきゃいけないから。おい、配置変えるな。あ、倒しちゃった。今倒してはないか、まだ。大丈夫っすか。あ、いたー、ダメージ勝った。それか、上下あったな、これ。上下一体ダンサー倒さずクリアだけ狙ってみるか、一回。2発耐えてくれる、意外と。よし、まだ続くんじゃん。はい、でーん、ダンサー増えたよ。よし、回復取っとこう。あ、狙えるとこ少なすぎるだろ。ちょ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 、ふざけてるふざけてるふざけてる、こいつ。やば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 。あ、ダメージ、もうノーダメじゃねえからいいのか、別に。もう今回ノーダメ食らっちゃったから。ね、この後のプレイでさ、2回目やればいい、2回やればいいんだよ。ダンサー倒してても気にせず。チン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 、電車が来るぞーってやつ。インペイ連打だ。どけどけどけ。ダンサーやっつけちゃった、大丈夫これ。ダンサー生きてる、ダンサー死なないでね。しぶとい。うい、大変よ、ここ。オッケー、これで終わり？もう一回あるっけ？まだあったわ。ダンサー出てきすぎ。レンダ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 、頑張れレンダ、頑張れレンダ。痛い、気にするな俺。ダンサー死ぬな、ダンサー死ぬな、ピーチも死ぬな。ちょっと大変すぎるこいつ。何？あ、これか。ダンサー減ってる？大丈夫これ。怖い怖い、ダンサー撃ちそうで怖い。いた、すげえ減った。3発殴ったけど大丈夫、ダンサー意外と丈夫だね。一発撃っちゃダメっていうやつではなさそうだから。よし、またそれやめてくれ。さすがにそろそろ危険圏内、体力。よし、やめなよ。電車来た、電車。いいぞ、上からも来るんだよな、これ。知らんパターン来た。上にも来る、上下上。おい、長い長い長い、戦闘が。いや、しかった。多分ダンサーはやっつけてない今回、知らんけど。ちょっとこれむずいな相当。おい、ピーチの追い打ち、何回でも殴るわよピーチ。
これでも食らいなさーい。スターピースガン投げ作戦でした。よーし、これでクリアってなるじゃん。まだあるんですよね。次、巨大グレープ様。どうやって倒すんだっけこれ。チャージとかあったっけ、ね、操作ガイド、長押し、A 受け、A 長押しね。はい、ビーム、ラスボス戦、プリズムピーチ、美しすぎるピーチ姫。このピーチ姫マジで強いだろう。一番綺麗だよね、本当。ダンサーのピーチもすげえ綺麗で好きだけどさ、このピーチ姫もすげえ綺麗で好き。まあ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 、しぶといですわ。避けるとこがないわよ。うい、そこ当たらないんだ顔。よし、なんだなんだなんだ変な攻撃しないで、わかりづらいからそれ。殴ってると見えないんだよね。よし、アンチっぽいとこ行って、当たったわ。終わったー、みんな。まあ一応クリアだけ目指しましょう。ふいふい、怖い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 。顔のなんかね、やっぱね、この 3D 系だとね、やっぱ分かんないよね、どこがダメージ判定かっていうところが。ちょっとむずいよね。これね、多分一番の問題点は、おおおお、怖い怖い怖い。一番の問題点はこのゲームね、やっぱやり直しが長いとこだよね、多分。この一発二発で決めれないと、多分とてつもなく大変だっていうところがある。グググググ。なんとなくでプレイしたらやられるこれは。よし。頑張って、もうもういいや。許してやくれよ。隙間に行く。真ん中に立つ。いや、相当殴ってんだけど、まだ終わんねえ。よいしょ、終わった !GG! 割れちゃった。いや、一発だけが食らったの。マジでこの女児向けアニメのエンディングって感じする。おら暗い、ここ連打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 。ピーチ姫マジで急に連打要求してくるから、このゲーム割と容赦ないよな、ピーチ姫。さっきも顔にコンペイト3発当てたりとか。悪いやつはお仕置きよってことで、ピーチ姫ナイス。さあこれで撃破だ、グレープ様。あとノーダメクリアだね。大変すぎる。これダンサーを俺やっつけてたらマジ何のためクリアしたんだって話だけど、練習ってことっすよね、その場合は。多分大丈夫。え、でもこのゲームさ、この続編出るとしたらどうなるんだろうな。また完全新しい世界なんだろうな、多分。はい、おっしゃ、ダンサー倒すんだ。オッケーでした、ナイスー、よかった。よし、あと2個です。ノーダメいきます、グレープ様。さて、今回はダンサーも気にせず殴ろう大作戦ですので、ダンサーをボコボコにしましょう。楽ー、 A ボタン連打してるだけでいいから楽ー。ここダンサーしぶとう、全然やられへん。ダンサー、ダンサーしぶとすぎるな、マジで。あ、一体やっつけた今ダンサー。よし、だから避けるのに集中して。ダンサー減っていく、だんだん。オッケー、これはイージーかもしれない。第二形態だね。第二形態は、なんか今の炎のやつで当たったんだよ、確か。これ。これで、ね、撃ちながら走ると、移動速度遅いですよ、ピーチ姫。だから、撃つのやめなきゃいけないんだよ、あそこだけ。ちゃんと、そこのとこじゃないかな、注意すべきところって。あとは乗りで行けそう。電車これ。電車来てる、電車。ぷっぷーぷっぷー、ほら、ダンサーやっつけるぜ。ダンサーやっつけた。よしよしよし。ダンサーでも補充されるんだ、なんだかんだ言って。
オッケー、第2形態終わり。第3形態なんか複雑だったよな、なんか。まあ基本的には電車か、この、なんか、わかんないやつなんで。よいしょ。こい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 。あぶない、あぶない、怖すぎる。ちょ、あまり無理すんな。下の炎がいっちゃん怖いからな、ほんと。プップー来る、プップー。プップー来る、プップーじゃ、ポッポー、プップーじゃなくてポッポー、ペッペ。あー、降ってくるやつか。大丈夫、降ってくるやつから、かわいいもん。よし。でか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 ちゃんでかちゃんでかちゃんでかちゃん。よし、こえー、変なことしないで。電車来る、違う、電車じゃない、暑いやつ、暑い夏がやってくるぜ。危ない、暗いそうで怖いんだよ。よし、次電車だな、多分。早く終わら、電車の前で終わらせよう。よし、オッケー、ノーダメ1個達成。次の方集中しなあかんからな、さすがに。オッケー、これはもういいやろ。さあ、グレープ様戦頑張りましょうか。グレープ様戦ね、まあ、特に言うことないと思うんだけど、まあ、ちょっと注意して、よいしょ、大きく避けましょう。ただ後半がマジで避けてるか避けてないか分かんねえくらい、こんなほんと変な攻撃してくるんだからな、こいつ。うん、よし、自分の姿ってマジ分かんないから、ここだけちょっと注意したいところだよね。よし、第1形態終わり、早いもんよ。よし、次、これはこういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、避けてるところが分かんねえやつ、ほんと避け感が分かんない攻撃がやっぱちょっと多いから、そこだけ注意したいよね。これ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 も意味わかんない誘導技。これをちゃんと大きく避けよう。それくらいからマジ注意しなきゃいけないの。第三形態のビームもちょっと怖いんだけど、これもどこどこどこ、下下避けれる、わからんわからんわからん、怖い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 、わかんない攻撃やめて、ほんとねえ。よし、一回左か右に振ってから、おおおぶぶぶぶぶぶ、さあそろそろかな。よし、第2形態終わり。さあラスト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 、さあここからビーム来るぞ、ビーム気をつけて。で、うわい怖い怖い、はい怖い、はい怖い。マジでビーム怖いからやめて。よし、上がアンチ、上からこうやってくるくる回っていきましょうってとこね、ここは。はい、今これ前くれてくれたんだよね、今確かね。もう一回ビーム来る、これ確か、ビーム避けてね、ちゃんと。やばい、わからんわからんわからん、真ん中真ん中真ん中、ガチで怖いこれ。よし、もう終わって終わって終わって、よし、やった、あー、ノーダメ達成、俺の勝ち、プリンセスピーチショータイム完全クリアよ。ありがとうございました。よし、どうだ、いってる、きたきたきた、グレープショータイム、これで完全コンプリート、きた、おめでとうございます。すべてのきらめきストーンをコンプリートしました。ショップに特別なドレスが入荷したみたいで、入ってみよう、BGM。え、これクリアおめでとうドレスかな。忍者くんもお疲れ、あ、忍者も何も喋らへん。え、どっち、あ、でもこれあれか、先に買っとく全部。さて、ついにこれで、5階のドレスも全部飾りか、買えるかな、全部きらめきストーンが全部終わり、お疲れ、これで5階コンプリート、何もない、それでコンプリートしましたも何も出てこないな。はい、で、ドレス、新しいドレスが、はあ、スペシャルドレス、美しいドレスがここにある、ナイスピーチ姫の最後のドレスだ、ナイスナイスだって。あ、なんか今のとあんま違いがわからんな。ちょっと違う色が。ちょっと違うね。え、スペシャルなリボンももらったよ。ロゼッタやないか、カラーがロゼッタとバトルですね、これ完全に。この色は私の色よ。ね。
でもなんかすごいな、ドレス動いてる。あ、光がキラキラしてんのか。これ本当にすごいな、このドレスめっちゃ綺麗じゃん。すべての商品お買い上げありがとうございます。出てた今。よーし、すっごいこれ見て、なんか色がなんか全然変わる。こうやって、青だったりピンクだったり、めちゃすごいじゃん。ちょっと5階行こうぜ。はい、5階です。あらー、柱だったりね、あのリボンついたりとか、いろいろちょっと変わっておしゃれな豪華になってますね。いいですね、5階も。まあ、ぶっちゃけあんま分かんないんだけどね。はい。よし、じゃあね、最後の最後に見ていきますか。着替えはもうこれで完全コンプリートだよね。うん。あ、でも一番最後、ここ、シークレットなんだ。まあ、シークレットはマジで激レアってことよ、みんな、これ。ね、スペシャルドレス。そして、すべてのリボンを集めた、ね、完璧でござった。そして、アルバム。これ、増えてんのかな？増えてる！あー、そういうことか！ダンサーとグレープ様との戦い。ピーチ姫はね、A ボタン連打してました。そして、グレープ様を倒すため、ピーチ姫はショータイム。ね、A 長押しビームでやっつけたよ。でかかったね。なんかカービィのラストバトルかと思ったわ。これで完璧コンプリートだ。やったね。よし。ということで皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。プリンセスピーチ、ショータイム。完全クリアでしたね。タイトル戻るか。はい。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。プリンセスピーチショータイム。ピーチ姫が新作、ピーチ姫のね、主人公の新作ゲーム。完全完璧コンプリートまでやりました。結構ね、やっぱ忍者収集が結構大変だったりとか、収集要素が結構大変だったりとか、まあ結構気になるところはいくつかあったんですけど、それでもね、やっぱこの新しい新規タイトルってことで、めちゃくちゃ面白かったっす。今後、ピーチ姫主役のゲームがどんどん出てくれたかな。嬉しいなと思います。あと、このゲーム結構ね、ゲームが初めてやる方とかね、初心者の方とかにもすごくおすすめですので、もちろんね、やり込み要素とか、難しいところもめっちゃあるので、ね、達人プレイヤーの皆様にも、ね、めちゃくちゃおすすめのタイトルでした。今後もね、なんか、ちょっとピーチ姫がちょっとやっぱ好きになるタイトルだったね、完全に。うん。なんか、俺結構ピーチ姫とか、どんなゲームでも選ばないんですけど、まあ、結構ね、好きになるような、そんなタイトルでした。うん、どっちかというとロゼッタの方が好きだったんだけど、俺。ははね、今後もピーチ姫の活躍に、どんどん期待していきましょう。はい。それではね、これで終わりましょうか。またね、いろんなゲーム、いろんなタイトルやっていきますので、興味あるタイトルあったら、ぜひとも今後も見てください。それでは、ダイダラでした。また次回のタイトルでお会いしましょう。オスプレイ、バイバイ。